イリノイ円形近形、藤本和子タブロイド版新聞の精神タブロイド版新聞とは戦場的記事や写真がたくさん載っている大衆紙と英和辞書などには書いてあるアメリカのスーパーマーケットの勘定場,場には 多くのタブロイド新聞が並べてある。買い物の感情を済ませる順番を待つ間、それらのタブロイドの見出しを見るのは、大いに興味深い時間の潰し方である。ある時は、見出しのあっぱれな機械さに、眠気を催しているような時でさえ、私の目は丸くなる。そうだ。 タブロイド版新聞の根本精神とは何かその点について少しく考えてみようではないかそこで時々タブロイド版新聞を買ってみたしかしながら陳列棚から最も面白そうな三紙ぐらいを取り上げるときにはいつもそのあたりに知り合いの誰かがいないかどうか 思わず確かめてしまう。まああなた、そのような新聞を愛読してるんですかと知人に言われたら、私の当惑ぶりはいかばかりか。そう口に出して言わない者も,も、心の中で私をすっかり軽蔑するだろう。言うまでもなく、 軽蔑されることなんか怖くはない。しかし、誰かに見とがめられたら、私はきっと言い訳するだろう。別にこういうものをいつも読んでるわけじゃないのよ。タブロイド版新聞の真髄とは何か、その点についてちょっと考えてみたいと思って買ってみるわけよ。 週刊世界ニュース、ウィークリーワールド新聞の1月21日号のトップ記事は、なんと、毛皮のコートに殺された女性だった。いかなる経緯でそうなったのかは、専門家の意見を求めてさえ不明なのだが、どうも彼女自身が着ていたミンクのコートが生き返って、彼女を引っかき、噛みつき、 かじり殺したようなのだ彼女はアメリカ人で不豪の未亡人でハンガリーへ観光旅行に出かけたがブタペストの高級な宿屋の廊下で死んでいるのを発見された死因は出血多量だった警察は遺体は全身噛み傷 切り傷、ひっかき傷で覆われていた。廊下で小動物が、キーキーと鳴き声を上げ走り回るような音を聞いたと証言している人物がいる。そして、遺体のそばに残っていたものといえば、毛皮のコートの裏地だけだった。誰かが彼女に襲いかかり、ひっかいて、 コートの毛皮だけ盗んでいったのか、あるいはコートが生き返って彼女を殺したとしか考えられない、と報告した。宿のフロント係は、彼女は濃い茶色のミンクの長いコートを着ていたが、ミンクは毛皮だけでなく、まだ頭と足と尾もついたままになっていたと証言しているのである。 なぜなら、ミンクの長いコートは別に珍しくはないが、足青がついているタイプはとても珍しいので記憶していたのだ。警察は、人間が彼女を襲った証拠は発見されていないし、殺人現場には指紋も全然発見されていない。 しかも人間が噛んだことを証拠立てるような唾液や毛髪も発見されていない、と発表した。そして、しかし、遺体の傷には紛れもなく動物の唾液がついていたので、確かに奇異な事件ではあるが、我々としては、コートが彼女を殺したに違いないと結論するほかない、と語ったのである。 検査の結果、傷は、動物の爪と、歯によってつけられたことも判明した。こんなに突拍子もない、素晴らしい記事は、締め切りに追い詰められた記者が、破れかぶれになって書くのだろう。こういう、まか不思議な事件に関する記事には必ず、専門家の意見、という表現が使われていることにも、 私は注目しているミンク殺人事件よりもっと恐ろしい話もある死んだ男が使っていた入れ歯が朝も夜も絶え間なく喋るというのであるジョニー・モロイは1989年65歳でこの世を去った しかし彼が残していった入れ歯は生前の彼の口調で今もなおおしゃべりをやめないのだ。入れ歯は大方、歪断と近所の人々の噂話をしているが時には憤慨して妻と娘をどやしつけることさえある。何とも不可解な話だが 確かに声ははっきりと聞こえるのである。葬式の直後、入れ歯が最初に口にした言葉は、ハロルド、酒をくれ、だった。それは、生前のジョニーが、バーで酒を注文するときの口調そのままだった。それ以来、 入れ歯はずっと喋りっぱなしよ、と妻は嘆いている。娘が入れ歯を専門家に見せたが、誰にも謎は解けない。入れ歯を作った司会も、ごく普通の方法で作ったものだ、と言っている。個人のことを思うと、家族は入れ歯を捨てるに忍びないので、 とりあえず今のマントルピースの上に置いてある普段は入れ歯のおしゃべりは無視されているが感触を起こした時には浴室に追放されるそうだ入れ歯は時に妻を怠惰で恩知らずだとなじるが彼女はジョニーの霊が入れ歯に取り付いたのだから 喜ぶべきだと語っているもっともっと恐ろしい話はいかがマクマウスであるエリック・シュナイダーはニューヨーク州ホーボー寺の修道111号線511番地のマクドナルドでポークリブのサンドイッチを注文して一口食べた しかし、腐ったような味がしたので、サンドイッチを開けて中身を調べた。するとどうだ。そこには、後ろ足が2本あった。そこで彼はマクドナルドを訴え、100万ドルの慰謝料を要求した。 マクドナルド社のその地域の経営責任者は、我が社は品質管理において自信を持っている、と語っているそうだが、エリックは、彼の妻と3歳の子供がちゃんとネズミのサンドイッチを目撃している、と主張している。それだけではない。警察の調書にも、 ネズミのように見受けられると記録されているのだエリックは警察を呼んだ後、スミスタウンの病院の救急室へ直行した病院は食べ残しのネズミをホルマリン漬けにしてニューヨーク州立獣医学校へ送ったエリックの弁護士は 取材に来た記者に伝えた。標本は加熱されたネズミの体の一部であることが判明したよ。彼の推理によれば、マクドナルド社はオハイオの工場でポークを処理している。そこできっとネズミが紛れ込んだのだろう。 事件が起きたのはすでに三年前のことになるが、エリックは今も、毎晩、ネズミサンドの悪夢を見る。さて、一つ神秘的な話もいかが。例えば時間がワープして、中世の国死病、ペストにかかった男の話。 ノルウェーのある町で、ペーターという35歳の男性が、高速道路に佇んでいて、警察に保護された。ペーターは述べた。そう、2、3週間前のことだが、道を歩いていたらいつの間にか知らない土地に来ていることに気がついた。 そこはどうも14世紀のイタリアの村のようだった。僕は数人の村人に、ここはどこだろうか、と尋ねたのだが、誰にも僕の声は聞こえないようだった。でも僕にはある程度の歴史知識があるので、彼らが疫病と戦っていることは見て取れた。 僕は駆け出した。その後のことは記憶がはっきりしないのだが、気がついた時には、二時間も経過していた。警察の精神科医は、この事件については黙している。しかし、ペーターが訪ねた、医師のオブハイムは、 彼がペストにかかっていると診断した。そればかりか、スイスのある高明な異常現象研究者は、時間がワープして、エリックが14世紀に迷い込んだことはあり得ると語っているのだ。そういうことは意外にしょっちゅう起こっているのである。現在のノルウェーで、 ペストにかかる可能性は皆無なのに。彼が利用した理由を説明するには、そうとしか考えられないじゃないか。彼の生命に危険はない。今日の薬剤をもってすれば、ペストは感知する。本当に面白い話はりがない。 自分のおならのガスが引火して爆発してしまった男の話などはすごい。オーストラリアのある町でテド・ブルームという若い男性が腹にひどいガスが溜まるのに苦しんでいた。ガスはところ構わず出るので友人との付き合いすら減っていた。ある日悲劇の人テドは 自動車修理工場へ、修理を頼んでおいた自分の車を取りに行ったのだが、工場の修理工がアセチレンのトーチに点火して作業をしているそばを通りかかった時に、おならをしてしまった。すると、おならのメタンガスが引火して、彼はたちまち爆発して、粉ミジンになった、というのだ。 それはまるで人間貧殿ブルクだったと修理工場の行員たちは証言している彼を見た医師は体内のメタンガスが爆発して死亡したケースというのはかつて耳にしたことはないのだがと言ったしかしこの事件は確かに誇張が死を招いた実例と言えるだろう 夫婦喧嘩して妻を冷凍になったリスの死骸で殴って殺した男の話。謎はなぜその夫婦の冷蔵庫には冷凍になったリスの死骸が何十匹と入っていたのかということだ。入れ墨してもらってくるぞと妻に宣言して休暇に出かけていったレンガ校の話。 二週間の休暇のうちの三十七時間を彼は入れ墨をしてもらう苦しみに耐えた。九千ドルもかかった。やがて帰宅した彼の顔一面と上半身には入れ墨が入っていた。模様は怪物やトップレスの女性や蜘蛛の巣などで 彩りも赤、青、緑と鮮やかである。彼は、俺が入れ墨市に注文したんだ。頭の中から、どんどんアイデアが湧き出たのさ、と言っているが、妻は驚き呆れ、一歳になる息子は恐怖に泣きわめいている。 それにもかかわらず、彼は、次はまぶたの上に入れ墨することを目標にして、日を送っているのである。翼の生えた赤ん坊が生まれた。専門家は、突然変異だと言っているが、両親はいや違う。赤ん坊は神に使わされたと主張している。 カリフォルニア在住のある白人女性は自分がごく平凡な要望であることに絶望して整形手術をして日本人の女性の顔になった記事の中には術前、術後の写真として白人女性の顔と完全にアジア人女性の顔の写真が堂々と載っている 微人も共通点のない二つの顔だ。しょっちゅう載る記事は、やはり何と言っても、エルビス・プレスリーは実はまだ生きている、というものだ。テネシー州の人口百人の小さな町のコンビニエンスストアで、冷凍のほうれん草と、 丸ボロを一箱買っているところを目撃した者がいる。これが証拠の写真だ、という手のものである。そのプレスリーは、とても小柄で、満月のような顔をして、ぼうの髪をしている。広告がまた怪異である。最も多いのは、 運勢判断、駅舎の広告であるが、無数にあるそれらを丁寧に読むと、恋人の冷めた愛を取り戻してあげます。他者を完全に操る方法を伝授します。という広告が多い。それから、次に多いのは、肥満解消の広告。と思うと、 肥満解消のゴムベルトかなんかの全面広告の隣ページには小さなチブサを早速大きくしますという難航の広告があったりするさらに次のページをめくれば大抵は痩せっぽちのままでいてはいけません体重と筋肉増強のための運動器具はこれ一つあればいいのです というような広告がある。このように、タブロイド版新聞は、有名人の気候に対する、全男全女の覗き趣味や、不安や、恐怖や、密かな欲望と、障害者に対する癒やしい関心を満足させ、自然の突然変異という現象や、 悪魔という観念や暴力への関心、宇宙の謎などへの好奇心をかき立てることを使命と考えているようだ。しかしそれにしても、こんな記事を毎週でっち上げなければならない人々の苦心はいかほどなものか。単に嘘の話をでっち上げるだけでは済まない、まことしやかな写真まで添えなければならないのだ。 スーパーマーケットの勘定場でタブロイド版新聞の見出しを食い入るように眺めつつ私は編集者や本主特派員という人々の筆舌に尽くしがたい新酸を思いやってみるのである。